ヒクソス、ヒクソス、ヒクソスは、エジプト第二中間期と呼ばれる時代に古代エジプトに登場した人々。彼らは一般に、シリア・パレスチナ地方に起源を持つ雑多な人々の集団であったと考えられている。ヒクソスという故障は、異国の支配者たちを意味する古代エジプト語、ヘカウカスートのギリシア語系に由来する。ヘカウカスートは、しばしば、羊飼いの王トールなどとも訳されるが、 これは誤りである。鳥の王名表によれば6人のヒクソス王が108年間在位したと伝えられている。マネとの記録において、第十五王朝の王も6人とされており、一般に、ヒクソス、ヒクソス政権などと表現した場合、第十五王朝を指す。また、第十五王朝を大ヒクソス、第十六王朝を小ヒクソスと呼ぶ場合もある。ただし、 第16王朝については近年テーベのエジプト第13王朝の後継政権であるとする説も唱えられている。この件についての詳細はエジプト第16王朝を参照されたい。ヒクソスがどのような起源を持つのかという問題はエジプト学における未解決の問題である。ヒクソスの権力掌握の過程を語る資料は1500年も後の真似とによる記録しかなく、 ヒクソス関係の広大の資料はすべて外国人に対する偏見を強調するあまり、ひどく歪曲されている。ヘカウカスートという単語は、元来は辞儀通り外国人の主張、特にアジア人のそれを指す言葉として使用されていた。中央国時代に作られ、ベニハさんに残る墳墓には、異国の主張、ヘカウカスートアビシャイが三十七人のアジア人を率いて、 エジプトへ産物を運ぶ光景を描いたものがある。この単語がエジプトを支配する異民族を指す故障となったのは実際にエジプトを支配するようになった異民族たちがヘカカスートの語を一種の損傷として使用するようになってからである。エジプトを支配したいわゆるヒクソスがどのようにして形成された集団であるのか詳細にはわからない。かつてエジプト学者 ボルフガング・ヘルクをはじめ、何人かの学者は、ヒクソスとフルリジンを結びつけた議論を展開した。それは、主に第二中間期の層から発見される土器が、北、シリアで発見されるハブール土器やヌジカワラケといった、フルリジンと関連付けられる土器と同様の装飾を施されていたこととを論拠としている。フルリジンの概要、及びハブール土器、ヌジカワラケについては、 フルリジンの項目を参照すると。しかし、エジプト側で発見されている土器は、ハブール河原家とも、ヌジ河原家とも異なるタイプのものであり、ただ同じような装飾を施しているという点から、ヒクソスとフルリジンの関係を想定するのは、根であった。また、ヒクソスの人名はほぼ、セム語系と言ってよく、言語学的に、ヒクソスとフルリジンを結びつけるのも、不可能であり、現在では、 ヒクソスとフルリジンとを関連づけた説は、り避けられている。インドヨーロッパ系の民族であるという想定がなされたこともあったが、やはり過去の説である。ヒクソスとの関係が明白なのは、同時代のシリアパレスチナ地方にいた西、セム系の人々である。ヒクソスの人命には明らかに、西セム語の要素、ヤコブと拝みられ、またヒクソスの時代と前後して、 アナトヤ・バールといったシリア地方の神がエジプトに持ち込まれており、ヒクソスとアジア人のつながりを想定させるものは多い。ヒクソス時代の遺跡から発見される彼らの物質文化は、レバントの文化とエジプトの文化の特徴が混合したものである。神殿の建築や土器、金属加工製品の形式などは、シリア、パレスチナ地方のそれと類似しているが同一ではない。 ロバの犠牲などの儀式が行われたことも分かっており、このような習慣はパレスチナ地方でも見られる。この要点から、今日しばしばヒクソスはアジア系の移民族などと説明される場合が多い。ただし、詳細について、まだ不明な点が数多くあることは留意する必要がある。ヒクソスの活動とクレタとの関係は、今日非常に注目されている要素である。これは、 アバリスの遺跡、テルアルイコールダバー遺跡で、クレタ島のクノスソス宮殿に類似した、牛と尾を描いた壁画破片が発見されたことと、クノスソスで発見された第15王朝のオキア案のカルトゥー種名を記したアラバスター性水差しの蓋の存在によって、ヒクソスとクレタ文化圏の間に交渉があったこと明らかとなったためである。特に、アバリスで発見された壁画は、 単なる模倣というよりは、くれた文化圏の人々が、この時期のエジプトに移住していたことを示していると、考えられている。古代エジプトの伝統的な歴史認識において、ヒクソスは、野蛮な侵略者とみなされていた。プトレマヨス朝時代に、アイギュプティカ、エジプト史を表した真似との記録では、ヒクソス、第十五王朝による支配をエジプトを襲った、最悪。 異民族支配として描いている。トゥティマヨスの第二、原因は不明であるが、疾風の神が我々を打ちのめした。そして、不意に東方から、正体不明の侵入者が、異風堂々と我が国土に侵攻してきた。彼らは圧倒的な勢力を持って、それを散脱し、国土の主張たちを征服し、町々を無残に焼き払い、神々の神殿を大地に倒壊した。また、 同胞に対する扱いは、ことごとく残忍を極め、殺されたり、妻子を奴隷にされたりした。最後に、彼らは、サリティスという名の王を一人、指名した。彼は、メンフィスによって上下エジプトに功能を貸し、最重要地点には守備隊を常駐させた。BRBR BR マネと、エジプト史、エイガプシャカよりまた、ヒクソスによる支配からエジプトを、解放したテーベ、古代エジプト後、 ネウト現在のルクソール政権第17第18王朝が残した記録には、ヒクソス支配をしてアジア人の恐怖を飛ぶものもある。中略、人皆アジア人の圧役のために衰え、意気を知らず。世は彼と戦い、彼の腹を引き裂かんとす。それすなわち、エジプトの救出とアジア人の殲滅をあまりの願いとすればなり。かくて、 最高会議にハべる高官たちの答えて曰く、将来あれ、アジア人の恐怖は、草いにまで、及ぶと。彼ら、一様に、イコールイクドーンに答えて、その下引きつりぬ。攻略 BRBR BR、カーメス王第三年の日付を持つテキストより、ヒクソスとは、軍事力でもって、エジプトを征服した、異民族政権であるという見解は、このような古代エジプト人の記録に加えて、 戦車、複合弓といった新兵器の使用、そして蒸気のようなシリアパレスチナ地方に起源を持つと考えられる種族、人名などの存在によっている。これに対して異なるヒクソス感を打ち立てる説が古くから出されている。まず多くのエジプト学者が言及しているように、ヒクソスに関する古代エジプト人の記録は、ヒクソスからエジプトを解放した政権による、 政治宣伝やアジア人に対するエジプト人の別紙、偏見が強く介在しており、信憑性に問題があるものが極めて多い。また、ヒクソスに関する同時代資料は、後世のエジプト人による破壊のためにほとんど残されていない。そして数々の文献資料や考古学的発見によって、アジア人のエジプト移住が第一中間期から継続的に行われていたことが、 判明しているのである。学者の中には、ヒクソスによるエジプト支配は外部からの侵入によるのではなく、エジプト内部での単なる政権交代に過ぎないする説を唱えるものもあり、広い指示を得ている。実際に、当時のわずかな記録からは、ヒクソス第十五王朝に仕えたエジプト人官僚の存在が明らかとなっており、またヒクソスが、 エジプト文化を特に排斥した形跡も見つかっていない。むしろ逆にエジプトの伝統を数多く導入しており、王名もエジプト式にカルトゥーシュに囲んで表記された。ヒクソスと同時代に彼らの支配地に生きたエジプト人の多くはそれほど強く異民族支配を意識することはなかったとも言われている。ヒクソスを含むアジア人の移住者たちは シリアパレスチナ系の神々をエジプトに持ち込んだ。代表的なものは北シリア地方の嵐の神で、船乗りの守護神であったバールゼフォンである。この神がエジプトの嵐の神セトと同一視されたため、元来上エジプトの神であったセト神が下エジプト東部で強い崇拝を受けることになった。ヒクソスの拠点となったアバリースでは、第14王朝時代にセト神が主神となった。 このことは、第十四王朝の王、ネヘシに対する習字の一つに、ふと割れと、アバリスの種、瀬戸神に愛されし、ものという表現があることから知られる。創生については、より顕著に、シリア・パレスチナの影響を見ることができる。というのは、この時期のアジア系の人物の墓では頭を北に、顔を東に向けるという伝統的なエジプトの埋葬法とは異なり。 死者の頭を南にして顔を東に向けるという埋葬法が取られており、墓にはシリアパレスチナ風にロバが服装されているのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。